オクラを使って昆布漬けと味噌漬けを作りたいと思います。はい、味噌床を作ります。お味噌を入れて、お砂糖を入れて、お味噌とお砂糖をなじませます。このお砂糖はお好みのお砂糖を、ね、使ってください。蜂蜜などのシロップタイプの糖分でもできます。ただみりんの場合はアルコールがある場合はね、レンジで30秒ぐらいかけてアルコールを飛ばしてから使ってくださいね。ちょっとこう上にも味噌を置きながらなじませて、よいしょ、全体に味噌がなじむように30分以上休ませます。オクラを端っこから刻んでいきます。5ミリ幅ぐらいに切っていきます。オクラはね、切るとね、こう星の形になるのが何とも幸せな気持ちになるのは私だけでしょうか。じゃあ刻んだオクラを瓶の中に入れていきます。まあこれだけでも美味しいんですけど、今日はね昆布と一緒に漬け込むとさらにこうネバネバが増して旨味も増して、とっても美味しいチョコっと漬けになるので、ぜひ、ね、試してくださいね。はい、はい、この中にほんのちょっとだけ塩を少々入れます。そして、はい、だし昆布を切りながら、よいしょ、入れていきます。細くても太くてもいいんですけど、私はこう細い方がね、この刻んだオクラに馴染んで美味しくなると思いますので、よいしょ、そして全体を絡めて、昆布がこうしんなりするまでね、漬け込んでおくと美味しく仕上がります。